ニュージャージー州の歴史は北アメリカ、現在のアメリカ合衆国ニュージャージー州の戦死時代からヨーロッパ人の到来以降、現代に至る歴史を扱う。記録に残る歴史は1524年のジョバンニダ、ベラッツァーノによるジャージー海岸の探検に始まった。ただし、この地域は何千年にもわたって先住民族が住んでいた。 ヨーロッパ人が到来した時点では、色恋連邦の一種族、レナペ族の多くの集落があった。ニュージャージー地域はすぐにスウェーデンとオランダの支配下に入り、二国間の闘争の結果オランダが生き残った。しかし、オランダの植民地ニューネーデルラントも1664年には、イギリスに占領された。ニュージャージーは1776年のアメリカ独立。 戦争に加担した13植民地の一つになった。1779年には連合規約の署名がプリンストンで行われ、プリンストンは4ヶ月間だけ合衆国の首都になった。独立戦争中のニュージャージーではいくつかの苦しい戦いが続いたがこれに勝利し、戦後独立を勝ち取った。1787年、 新しく起草されたアメリカ合衆国憲法を批准した3番目の州になった。19世紀、ニュージャージー州の都市は国全体の産業革命を先導し南北戦争の8万8000名をはじめとしてアメリカが戦った多くの戦争にも兵士を排出した。逃亡奴隷を北方に逃がす地下鉄道の中でも役割を担った。州内の輸送力は 運河の建設とさらに多くの鉄道の布設によって能力を増し工業化を進展させた。1900年代初期のニュージャージー州は繁栄を極めたが1930年代の世界恐慌によって弱められた。第二次世界大戦と冷戦の時代はニュージャージー州の造船所や軍事基地が合衆国の防衛のために重要な役割を担った。 1960年代、いくつかの人種暴動が起こった。またリンドン・ジョンソン大統領とソ連首相アレクセイコス水銀によるグラスボロサミット会議が開催された。1億8000万年前のジュラキ、ニュージャージーは北アフリカと接しており、北アメリカ大陸とアフリカ大陸が衝突する圧力でアパラチア産脈ができた。この頃に、 タンゲア大陸が分裂をはじめ、ローラシア大陸とゴンドワナ大陸に分かれ、北アメリカ大陸は、北アフリカと離れていった。1万8000年前の氷期、氷河の先端はニュージャージーまで達していた。氷河が後退すると、後には、パセイク子や多くの川、湿地及び渓谷を残した。ニュージャージーに最初に入った、原生人類は、レナペ族、ヨーロッパ人からは、 デラウェア族と呼ばれる先住民族であった。レナペ族は緩やかな組織を構成し小規模の農業を行っていた。これはデラウェア川、ハドソン川下流及びロングアイランド湾西部といった終焉地域を移動しながら狩猟、採取生活を行っていた社会の食料を補う目的があった。レナペ族社会は共通の女性の先祖から分かれた。 いくつかの母系一族で構成されていた。これらの一族は三つの明白な法族に組織化され、それぞれ亀、七面鳥及びオオカミという動物の印で識別していた。レナペ族が最初にオランダ人と出会ったのは1600年代初期のことであり、最初のヨーロッパ人との関係は毛皮交易を通じてだった。1524年、フランスに仕えていた。 イタリア人、ジョバンニダ・ベラッツァーノがジャージー海岸を船で探検した。1609年、オランダ東インド会社の要請を受けた、イギリス人、ヘンリー・ハドソン教が、ニュージャージーのケープ名を発見した。オランダ人探検家、コーネリアス・ジャコブセン名も、ニュージャージーとデラウェア湾を探検した。現在、ケープ名は、岬だけでなく、町や、軍の名前となっているが、 このオランダ人名にちなんで名付けられた。ニュージャージーの土地の大半はオランダによって領有権を主張されたが、これはイギリス人の到着以前のことだった。オランダ領ニューネーデルランとは、現在のニューヨーク州とニュージャージー州の一部を含んでいた。ヨーロッパ人の土地所有の原則は、レナペ族にとっては預かり知らないところであり、 オランダの政策は入植する土地を全て正式に購入することとしていた。最初に購入したのはピーター・ミヌイットによるマンハッタンであった。ニュージャージーの土地で最初に開拓されたのはパボニア、現在のジャージーシティで1629年のことだった。オランダの最後の知事はピーター・ストイフェさんと出会ったが宗教的な自由を拘束しようとしたためにその下にあるものには 評判が悪かった。1657年のフラッシング陳情書は、ストイフェサントが、キリスト教徒として、また、オランダ市民としての住人に威するものとして、クエーカー教徒を禁止したことに抗議するものだった。ストイフェサントはその目的を達するために軍隊を、使って抑圧したが、これは、彼の不人気を待つだけだった。 ニューネーデルラント植民地には最高時で6000名の住人がいた。オランダに加えてニュージャージー南西部には17世紀半ばまでにスウェーデン人が入植した。ニュースウェーデンは1638年に設立され、ヨハン・ビョルンセン、プリンツ知事の時に最盛期を迎えた。プリンツに引き慣れた開拓者たちはデラウェア川の両岸、北はクリスティーナトリデまで広がった。 さらにデラウェア側の東岸、京のセーラム近くにニューエルフスベリトリデを建設することで植民地の軍事的また商業的な状況を改善した。この行動により新世界への進出を強めていたイギリスやオランダからデラウェア側を容易には奪われないようにした。スウェーデン人とフィンランド人の開拓者は 隣人であるオランダ人やレナペ族と外して平和的な付き合いをした。ニュースウェーデンの最後の知事ヨハン・クラッソン・ライジングの下でスウェーデンはオランダのカシミアトリデを奪取した。ここはクリスティーナトリデにも近く、後にトリニティトリデと解消された。この事件に起こったストイフェさんと知事は、 報復のために翌年夏、デラウェア川に7隻の武装艦船と317名の兵士を送った。数的に負けていたスウェーデン守備兵は希望のないことを認識して降伏した。トリニティトリデが落ちた2週間後にクリスチーナトリデも落ちた。1655年オランダはこの地域を完全に掌握し、ニューネーデルラントに平凡した。 ニューネーデルラントの植民地からオランダはイギリスが行っているアメリカ植民地との大西洋貿易に干渉した。イギリスはジョン・カボットが初めて来たアメリカを発見したと主張し、ヨーク港にニュージャージーを含む土地を直挙し、ヨーク港はリチャード・ニコルズ大佐にこの地域の支配を命じた。1664年9月、ニコルズの指揮する艦隊が、 現在のニューヨーク港に入り植民地を掌握した。イギリスは、おそらくオランダの知事、ピーター・ストイフェさんとの不人気のゆえだろうが、ほとんど抵抗を受けなかった。ニッコルズは、植民地の占領後、ニューアムステルダムと他のニューネーデルラントの副知事となり、植民者の財産権と法の継承、及び、心境の自由を保障した。ニューネーデルラントは、ニュージャージーと解消され、 ニューアムステルダムはニューヨークになった。イーストジャージーとウワストジャージー。キース戦、コックスとバークレーの戦も示す。チャールズ2世はニューイングランドとメリーランドの間の地域を弟であるヨーク公に領主植民地として与えた。あとに、ジェームズ2世はハドソン川とデラウェア川の間の地域。 すなわち今日のニュージャージー州の土地を、新京と革命の間も忠実であった二人の共に与えた。ジョージ・カートレット京都ストラットン博、ウィリアム・バークレーである。この二人のニュージャージー領主は、ニュージャージーに多くの開拓者を引きつけるために、開拓者に土地の利用を認め、ニュージャージーのすべての住民に、新京の自由を認める、文書、利権と合意事項を渡した。 当時のイングランド国教会はそのような心境の自由を認めていなかった。土地の利用を許されることの見返りに開拓者たちは毎年土地の使用料を払った。領主たちはフィリップ・カートレットを初代知事に任命し、初代知事はエリザベスタウンをニュージャージーの首都に決めた。しかし、二人の領主は 土地の使用料を集金することが難しいことが分かり、1673年3月18日、バークレーは自分の持ち分をクウェーカーに売却した。この売却で植民地はイーストジャージーとウワストジャージーに分かれることになった。東西のジャージーを分ける境界は、外して今日のニュージャージー南部と北部を分ける境界に相当し、ジョージキースによって作られたものだった。 しかし、その境界線は常に、紛争の種になった。1676年のクインティパーティッディードにより、正確な測量が行われた地図ができて1696年頃に、描かれた、いわゆるソーントン線となり、さらに1743年頃に描かれた、いわゆるローレンス線が法的な目的で使われる、最終的な境界として採用された。 ニュージャージーの植民者の多くは農夫になった。しかし、大地の肥沃さにもかかわらず、イギリスポンドの不足のために、農夫たちは苦闘することになった。もともとオランダの開拓者であった植民者の大多数は、マルタの小屋に住んだ。ニュージャージーは、大西洋に面しているということでは、恵まれていたので、植民者は、農業と漁業それに、海上交易を行った。輸送は、 足と馬を使うので鈍く困難であった。子供の教育は小さな宗教学校、施設の学校、あるいは家庭教師によって行われた。ニュージャージーの西側はクエーカー派の植民地として開発され、一方で東側は陶器や貿易などの利潤の追求が重視されるようになった。1680年代には、 スコットランドからの移住が奨励され、カルバンの影響を受けた、長老派が多く住むようになった。1702年、アンジョ王の治世の時に、東西のジャージーは統合されて新たに王室領となった。領主の政府改革の試みや、免疫時代をめぐって構想が絶えなかったために、領主が統治権を放棄したためである。コーンベリー領主のエドワード・ハイドが王室領としての、 植民地の初代知事になった。ハイドは、効率の悪い堕落した支配者であり、賄賂を取り、土地の登記を行ったので、1708年日本国に呼び戻された。その後は、ニューヨーク植民地の知事が、ニュージャージー知事を兼ねたが、これでは、ニュージャージー開拓者の鬱憤が積もり、知事が、ニューヨーク植民地にばかり肩入れしていると告発した。 ルイス・モリス・ハンジがこの事件を裁き、1738年には、モリス自身が、ジョージ二世によって知事に指名された。1701年から1705年の間、ニュージャージーとニューヨーク植民地の境界が論争となり、一連の小競り合いや襲撃が起きた。1746年、カレッジ・オブ・ニュージャージーが、エリザベスタウンに設立された。創設者は、 ジョナサン・ディ・キンソン、アーロン・バーシニア及びピーター・バンブラフ・リビングストンを含む大学生の新しい明かりをつける人の集団であった。1756年に校舎がプリンストンに移された。ニュージャージーはイギリスからの独立を求めて戦った最初の13植民地の一つであった。最初は多くの開拓者がイギリス王室への忠誠心を感じており、 また多くの奴隷は自由と引き換えに、イギリスの側についた。応党派の中には、ニュージャージー知事、ウィリアム・フランクリンも入っていた。1776年7月2日、最初のニュージャージ憲法が起草され、新しい政府の基本線が出来上がった。新憲法では、植民地のすべての住人は、年齢を問わず、50ポンドの宣言金の価値あるものは、投票できる。 これには非白人や寡婦も含まれる。既婚女性は監守法の下では独自の財産を持てないとされていた。憲法そのものは一時的なものと宣伝され、イギリスとの和解が成立した場合は無効となるとされていた。選挙で対立する政党は女性にも選挙権を与えたことで、ペチコートの選挙人に頼ることについて互いにあざけり合った。 憲法の発行からわずか2日後の7月4日にニュージャージーからの5人の大議員によってアメリカ独立宣言が承認された。独立戦争中にニュージャージーでイギリス軍と大陸軍がいくつかの重要な戦いが行われたので独立戦争の十字路と言われている。ニュージャージーでは独立戦争中に296回の戦闘が行われたが、これは他の どの州よりも多い。中でも四つの大きな戦闘、トレントンの戦い、プリンストンの戦い、モンマスの戦い及びスプリングフィールドの戦いが有名である。トレントンの戦いとプリンストンの戦いは二つ合わせて、少年場の10日間と言われている。この二つの戦いはわずか10日の間に戦われたものであり、この戦闘に是が非でも勝つことが、 国全体の指揮に関わることだったからである。ジョージ・ワシントン将軍に率いられたデラウェア川のと七1776年のクリスマスの夜にジョージ・ワシントン将軍に率いられた大陸軍は有名なデラウェア川の都下を行った。その光景が画家のエマニュエル・ゴットリープ・ロイツェによってデラウェア川を渡るワシントンの絵に収められた。この絵は ニュージャー州別の25セント効果にも使われた。デラウェア川とかに続くトレントンの戦いでは、アメリカ軍がドイツ人傭兵部隊を吸収し、90分間で900名、近い捕虜を取り、イギリス軍の物資も捕獲した。この勝利の後で、ワシントン軍はデラウェア川を再び渡って、ペンシルベニアに戻った。数日後、イギリス軍の将軍チャールズ・コーン・ウォリスは、 トレントンでのワシントン軍との海戦を期待して、進軍し、第二次トレントンの戦いが起こった。コーンウォリスは、トレントンを再占領した後で、アッサンピンククリークで防御を固めている敵への攻撃を命じた。大陸軍は、この防衛拠点から、イギリス軍に大きな損失を与えた。その後、大陸軍は、コーンウォリス軍の横をすり抜けトレントンの背後に回り、 1777年1月3日のプリンストンの戦いでプリンストンに駐在していたイギリス軍を攻撃した。プリンストンのイギリス軍は降伏を余儀なくされた。コーンウォリスはプリンストンに引き返して大陸軍と戦おうとしたが狙撃兵によって妨げられた。これら一連の勝利によってイギリス軍をニュージャージーから立ち去らせることになった。 1778年6月28日、ワシントン指揮下の大陸軍は、ヘンリー・クリントンが指揮するイギリス軍とモンマスの戦いを行った。ワシントンは、イギリス軍を吸収し、その後衛を潰そうと考えていた。チャールズ・リー将軍が率いる部隊が、イギリス軍の後衛を攻撃したが、イギリス軍がアメリカ軍の側面を突こうとした時に時期尚早な撤退をしてしまった。 このリー隊の撤退が大陸軍の混乱を呼んだが、ワシントンは部隊を急合して、イギリス軍の反撃を2回までしのいだ。気温が上がって、摂氏38度を超え、多くの兵士が熱中症で倒れた。戦闘の後で、チャールズリー将軍はそのお粗末な指揮に対して、軍法会議にかけられた。イギリス軍の損失は1000名以上であったのに対し、 大陸軍の損失は452名に止まった。戦いに参加したと言われる女性、モリー・ピッチャーの伝説が生まれたのは、この戦闘の時である。独立戦争中で、ニュージャージーで起こった最後の大きな戦闘は、スプリングフィールドの戦いであった。ドイツ洋兵部隊の将軍クニプハウゼン男爵は、ニュージャージー侵略を意図し、戦争にあぐんでいた。 ニュージャージーの植民地人からの支援も期待していた。クニプハウゼンは、ホワートギャップを確保し、そこから、モリスタウンにあった、大陸軍の本部を襲おうと考えた。1780年6月23日、イギリス軍は、大陸軍将軍、ナサニエル・グリーン指揮下の部隊を攻撃したが、グリーンは、ラリタン側に面した残豪から、敵の二方面攻撃を食い止め、 侵略を阻止することに成功した。ニュージャージーは1779年11月26日に連合規約を批准し署名した。1783年の夏、大陸会議がプリンストン大学のナッソーホールで開かれた。会議はもともとフィラデルフィアで招集されたが、暴動が持ち上がったことから場所が変更された。プリンストンは1ヶ月間だけ国の首都になった。 プリンストン滞在中に、1783年9月3日に、パリで調印されたパリー条約の知らせが届き、戦争が終結した。1787年12月18日、ニュージャージーは、アメリカ合衆国憲法を批准した3番目の州になり、また1789年11月20日、権利商店の批准では、最初の州になった。ニュージャージー州は、 新しい合衆国政府の骨格を作る際に大きな役割を果たした。バージニア州が各州の人口に基づいて大議員の数を決める、いわゆるバージニアプランを提案したとき、小さな州はそのような考え方ではもはや政府に対する小さな州の発言が抑えられることを恐れて反対した。ニュージャージー州の政治家、ウィリアム・パターソンは 議会内の発言権を平等にするため、各州に一票を割り当てるニュージャージープランを提案した。最終的には両案を取り入れ、アメリカ合衆国議会は任制になった。ニュージャージーの経済は多くを農業に頼っていたが、不作の場合もありまた土地が超えていないところでは、開拓者たちを苦しめていた。しかし、1850年代初期に、ジョージ・ H ・クックの努力により、 農業に関する正確な調査記録を出版する事業を起こした。この出版事業は農業の研究に関わるものを増やし直接のオフを支援できることになった。ニュージャージーの人々にとって農業が収入源としてはあまり頼りにならなくなった時に多くのものは工業化の方向に向き始めた。パターソン氏はアメリカにおける産業革命の溶涼となった。エネルギーは パセイク側の77フィートの落差があるグレートフォールから得られた。パターソン市は工場や他の産業の重要拠点となった。この中には繊維産業、軍需産業、絹織物、鉄道の機関車の製造などが含まれた。絹織物の生産量が高かったために絹の市というあだ名をもらった。1835年。 サミュエル・コルトが重火器の製造を始めた。ニュージャージー州憲法の第2版は1844年に書かれた。この憲法では参政権が白人男性に限定され、1776年に制定された元の憲法では許されていた女性や他の民族の人々からは奪った。新しい憲法には行政と立法、司法の権力の分離が盛り込まれた。 また、権利焦点も定められた。この憲法で、人々は知事を選ぶ権利を与えられた。有名な発明家、トーマス・エジソンは1847年に生まれた。エジソンは、ニュージャージー州、メンローパークで働き、その多くの発明のゆえに、メンローパークの魔術師と呼ばれた。彼の人生で1 9 3個の特許を得た。エジソンの最も有名な発明には、 蓄音機、キネトスコープ、電気投票記録機、即記用口述録音機、および入れ墨を掘る機械がある。他にも、白熱電球、ラジオ、テレグラフ、および電話機の改良に貢献した。モーションピクチャーパテント会社も設立した。エジソンの有名な言葉、天才は1%のひらめきと99%の努力は、 その業績が研究都市圏のたまものであったことを示している。ニュージャージーで生産される農産物は大市場であるニューヨーク市やフィラデルフィア市に送られることが多く優れた輸送手段が求められた。最初の洋上蒸気船は放剛圏を出港しニュージャージー南部を回りフィラデルフィアに着いた。後に運河が開作された。その最初のもの、モリス運河は デラウェア川のフィリップスバーグからハドソン川のジャージーシティとをつないだ。デラウェアラリタン運河は、はラリタン川のニューブランズウィックからデラウェア川のボーデンタウンとをつないだ。機関車も改良された。奉防犬生まれの発明家、ジョン・スチーブンスは10トンの機関車を作り、その息子、ロバート・エルスチーブンスが鉄道の付設を始めた。1833年までに、 カムデンアンボイ鉄道が完成し、フィラデルフィアとニューヨークを7時間でつないだ。1800年代を通じて、1ダース以上の会社が、鉄道を運営した。米北戦争の時、ニュージャージーからは4個中隊からなる、志願兵大隊が1847年9月から1848年7月まで、従軍した。騎兵隊を率いた士官のフィリップ・カーニーは、ウィンフィールド、 スコット将軍に従い、コントレラスの戦いやチュルブスコの戦いに参加した。戦後、カーニーはニュージャージー州を本拠とした。ジョージマクレランクエーカー教徒が特に奴隷制に反対しており、ニュージャージー州は地下鉄道の重要な拠点となった。1804年に段階的な奴隷制度廃止の法律を通したが、 ほとんどの黒人が解放されたのは1830年だった。ニュージャージー州は、奴隷制度を完全に廃止することでは、北部で最後の州となり、南北戦争が終わるまで、一ダースほどのアフリカ系、アメリカ人が、年期暴行を続けていた。ニュージャージー州は合衆国憲法修正第13条、すなわち、奴隷制度を禁じる条項の批准を拒否したのでは、 最初の州になった。ニュージャージー州では南北戦争の戦闘はなかったが、31の不評及び騎兵連隊に8万8000名の兵士を送り出し、6000名以上が戦争中に亡くなった。これら兵士のうちに万3116名はポトマックの軍隊に従軍した。ニュージャージー州出身の兵士は主に東部戦線で戦った。 米国戦争以来の士官フィリップ・カーニーは、ウィリアム・ B ・フランクリン・巡ュの下で、ニュージャージー連隊の旅団を率いた。カーニーは、半島方面作戦で、輝かしい戦歴を残したことで際立ち、少々に昇進した。ニュージャージー州は1860年の大統領選挙で、エイブラハム・リンカーンではなく、スティーブン・ダグラスを押した数少ない州の一つであった。 1864年の大統領選挙では、リンカーンに対抗するジョージ・マクレランを押す、選挙人に投票した。リンカーンを二度までも拒否した、唯一の自由州となった。マクレランは後に、州知事となり、1878年から1881年まで、務めた。パターソンや、カムデンのような工業都市は、南北戦争の間も極めて成長を続けた。 そこでは、戦争に必要な衣類や弾薬が作られた。戦後も大量生産によって繁栄した。ヘンリー・ h ロジャーズ、ウィリアム・ロックフェラー及びジョン・ロックフェラーによって、ニュージャージー州で創設された、スタンダード・オイル会社は、石油の生産、輸送、生成及び販売を行う、巨大企業であった。1911年合衆国最高裁判所は、この会社が、 シャーマン独占禁止法を犯しているとみなし、会社の解散を命じた。スタンダードオイル会社は合衆国で流通する、生成済み石油の90%近くを支配しており、ほぼ完全な独占状態であった。その結果スタンダードオイル会社は34の小さな会社に分割された。ニュージャージー州は第一次世界大戦の間、造船と製造の中心となった。 エリザベスにあるシンガー会社のような既存の工場は武器の製造者に転換された。新しい石油生成や弾薬の工場がデュポンエンジニアリングのような会社によって建設された。戦後この会社や工場が化学製品に転換されニュージャージー州は世界の化学産業のリーダーとなった。何隻かの連合軍の艦船がニュージャージー海岸沖で沈められた。 クレースキルのキャンプメリットは第一次世界大戦で使われて活況を呈した。多くの兵士がヨーロッパに渡る前に奉望権に集められ、ここから出発した。ペンバートンのディックストリデは1917年に建設され戦争の遂行に供された。ここは訓練と出生準備のために使われた。戦後は福音の受け入れと除隊の施設となった。 アメリカ合衆国の他の地域と同様に、ニュージャージー州は1920年代を通じて繁栄を極めた。この期間、ニュージャージー州の人口と雇用率は大きく伸びた。工場生産工は第一次世界大戦後に減少したが、生産ラインは比較的高い生産率を維持した。1920年代は交通も一段と容易になった。 自動車が容易に手に入るようになり、道路は舗装されて改良され、立体交差など、新しい形が導入された。この結果、それまで生まれ故郷を出たことのなかったような人々が、国中を旅行できるようになった。ジャージー海岸は、観光地として特に人気を集めるようになった。州を越えて移動するために、多くの橋が架けられ、トンネルが掘られた。 カムデンとフィラデルフィアを結ぶベンジャミン・フランクリン卿は1926年に完成した。ハドソン川の下を通るホランドトンネルは1927年に完成し、ニュージャージー州からニューヨーク市への移動を容易にした。それ以前はハドソン川を渡るためにフェリーを使う必要があった。その後、ジョージ・ワシントン橋や、 リンカーントンネルが完成し、マインハッタンへのアクセスが容易になった。ニューヨーク市とニュージャージー州をつなぐ橋やトンネルは、すべて、1921年4月30日に、設立されたニューヨークニュージャージー公安公社によって、管理されている。ニュージャージー州は、アルコールの売買を禁じる禁酒法を批准した、最初の州にもなった。しかし、アルコールの消費を禁じた。 憲法修正第18条は、後の1933年12月に成立した憲法修正第21条によって撤廃された。ニューアークの醸造所は即座に再開された。アメリカ合衆国の他の地域と同様に、ニュージャージー州は世界恐慌によって大きな打撃を受けた。1933年までに人口の10分の1は、 フランクリン・ルーズベルトのニューディール政策に頼るようになった。実際に州の財政が底をついたので貧しい人々に小敷の免許を発行した。ルーズベルトによる第二位ニューディール政策の一部公共事業促進局の下で新しい事業が起こされ貧者を支えた。エディソン市のディックストリデの拡張やルーズベルト公園の建設、 ピスカタウェイ市のラトガーズ大学のフットボールスタジアムであるラトガーズスタジアムの建設などがこれにあたる。世界恐慌の間はストライキが頻発した。1937年にはニュージャージー州の墓掘人集団がストライキを起こした。1938年オーソンウェルズが宇宙戦争世界の戦争というラジオ番組を作った。聴取者は 大きな燃える物体がグラブズミル近くの農場に落下した。トレントからは22マイルという声を聞いた。これは地球外の怪物が多くの破壊を引き起こすという数字だった。この放送はラジオ劇だと予告されていたがニュージャージー州や周辺の地域にパニックを起こした。多くの人々がその筋書きを真実と信じニュージャージー州から逃げ出すか。 家を閉ざして報告された怪物の襲来に備えた。CBS は作り話が聴取者の注意を引くままにさせたことで批判された。ウェルズと他の放送関係者は法律によっては罰せられなかったが短期間自宅軟禁状態に置かれた。政界恐慌の時に有名な飛行士のチャールズ・リンドバーグの20ヶ月になる息子が ホープウェル近くの自宅から誘拐された。警察は、多くの道路を閉鎖して誘拐犯の逃亡を阻止しようと図り、また、リンドバーグ家の使用人を尋問した。連邦のエキスパート、アーサー・ケイラーが注意深く誘拐犯が使ったはしごを調べ、サウスカロライナ州マコーミックにある会社に行き着いた。ジェームズ・ジェフィン注意は、身の白金を渡すときに犯人を捕まえようとした。 最後は、ミシロキ金の紙幣で、ブルーのハウプトマンが割り出された。この紙幣を受け取った、ガソリンスタンドの従業員が、ハウプトマンのダッジサルーンのナンバーを紙幣に、書き付けていた。ハウプトマンは、フレミントンで裁判にかけられたが、この裁判は、正規の裁判と呼ばれた。判決は有罪だった。ハウプトマンは、トレントンのニュージャージー州刑務所で、電気椅子に座った。 リンドバーグ愛事誘拐事件は、誘拐を連邦犯罪とする、連邦誘拐法、別の名を、リンドバーグ法を成立させた。失火した直後のヒンデンブルク号1937年、ドイツの飛行船、ヒンデンブルク号が、レイクハーストの上空で爆発した。飛行船は、レイクハーストの渓流島に近づいている時に、突然失火し、34秒後には、 水素ガスで充満された飛行船全体が炎に包まれた。この事故で26名の死者を出したが、その多くは燃える船から飛び出した者たちだった。民間に信じられていることとは逆に、ヒンデンブルク号は燃えてしまう前の1年間を無事に後悔していた。今日でもこの事故に関する疑問や議論が投げかけられている。突然の失火の原因として挙げられている説は、 ドイツのナチスに対する妨害工作、静電気の代電、及び可燃性成にである。第二次世界大戦中、ニュージャージー州の造船所は、多くの軍用船の建造の責任を持たされ、戦艦、空母、従順用艦や駆逐艦を建造した。戦争中の連合軍関連の契約の9%を受注した。 当時のニュージャージー州人口の10%以上に、当たる50万人が戦争に参加したので、多くの女性は、夫のいない間の仕事を引き受けた。ドイツの U ボートが1945年に、ニュージャージー海岸沖で沈没した。ニューヨークの港として機能するブランズウィック近くのキャンプキルマーが、出生準備をする場所となった。 キャンプ内の建物はカムフラージュとなるように塗装された。キャンプキルマーは軍人に医療を行う場としても、また物資を補給する場ともなった。このキャンプは、後の朝鮮戦争や1956年のハンガリー動乱でも再度機能した。ディックス砦は出征する兵士の訓練場として再開された。モンマス軍の R 海軍武器庫は、 海軍軍備品の生産のために開設され、武器弾薬を積み込む安全な港ともなった。1941年8月2日にミルビル空港が開港した。ここは戦闘機乗りの射撃訓練場として建設されたので、アメリカで最初の防衛空港と呼ばれた。ハンコックトリがサンディフックに開設され、トリデの放射にはドイツ軍の潜水艦が、 ニューヨーク港に入ってくることを阻止する役目が与えられた。現在では幕外や空軍基地となっている飛行場が1937年にラッド飛行場として開設され、ディックス取り出のための陸軍飛行場として機能した。ここは戦争中に拡張され、1949年には空軍に引き渡された。日本人、ドイツ人及び、 イタリア人の子孫を収容する強制収容所がグロースターに設けられた。さらに、シーブルック農場は生産性を上げるために日本人労働者を使った。政府は強制収容所から少数集団がそこで働くことを認めた。第二次世界大戦の終結とともに政府は強制収容所を閉鎖したが多くの人がシーブルック農場で働き続けた。 1947年、現在も続く、ニュージャージー州憲法が批准され、州政府を再組織することになった。知事の任期はそれまでの3年間から4年間になり、議会は、定員40名の上院と、定員80名の下院で構成されることになった。新憲法は、夫人と被白人の参政権を復活させた。1950年代、 ニューヨーク・ニュージャージー港湾公社は、ニューアーク・エリザベス領市に、ニューアーク・エリザベス港海洋基地を計画し建設した。これは、コンテナ船の発案者である、マルコーム・マクリーンによる、シーランド会社の設立と、物流改革によって、世界でも、初めての海上コンテナ船要港となった。新しい港はすぐに、ブルックリン、ロワー,アーマンハッタン及び峰峰県の在来型選挙。 無用のものにした。1985年にこの港は、世界でも最も取り扱い量の多い港になった。1960年代、アフリカ系アメリカ人は、警察がほとんど自分たちに不利な側に立つことと、都会の老朽化で、住環境が悪化したことを不満に感じ、多くの者が公民権を奪われていると考えるようになった。これが、人種暴動につながり、 最初のものは1964年8月2日にジャージー式で起こり、市内に大きな損害をもたらした。71件の店が破壊され負傷者は46人に上った。8月11日から13日にはパターソンとエリザベスで同様な暴動が起こった。パターソンの暴動では20件の店とその他の建物が壊され、8人が負傷した。 エリザベスの暴動では、6人が負傷し、17件の店が壊された。この暴動の後、135名が逮捕された。1967年夏、ニューアークとその近隣のプレーンフィールドで、都市住民、主にアフリカ系アメリカ人が暴動を起こした。暴動中に24人が死亡し、1600人近くが逮捕された。これら暴動は、ニューアークなど、 都市の多くの住民が暴動を避けて郊外に逃げ、都市やその金豪が荒廃したことの主要要因の一つとして挙げられている。冷戦中の1967年6月23日から25日、リンドン・ジョンソン大統領は、ソ連の首相アレクセイコスイギンとグラスボロの州立大学で会談した。グラスボロサミットと呼ばれている。会談の結果、特に具体的な合意には達せず、 特に弾道弾迎撃ミサイルシステムの制限に関して進展がなかった。しかし、この会談はアメリカとソ連の間の緊張を和らげる効果があった。ニュージャージー州は東海岸の戦略的な位置にあるためアメリカ合衆国の冷戦に対する防衛計画で重要な役割を担った。14機の内気体空ミサイル発射台が2カ所に分かれてニュージャージー州に設置され、 フィラデルフィアからニューヨークにかけての大都市圏を守ることになった。さらに地域式センターがニュージャージー州に作られた。1794年までにミサイル基地は無力化された。これらに加えて長距離の航行が可能で格闘祭のソ連空軍機による攻撃に備えて対空防衛レーダー基地、迎撃機用基地、対空砲砲台、 死体空ミサイル基地及び式と完成のための設備が設けられた。1998年、エリス島の南部が合衆国最高裁判所の判決によってニュージャージー州に所属することになった。それ以前は島全体がニューヨーク州によって統治されていた。しかし、最高裁の判決後にニュージャージー州とニューヨーク州の間に意見の不一致が生じ。 二つの州で島の統治を分け合うことになった。2001年9月11日の朝、アメリカの国内線旅客機4機がハイジャックされた。この中には、ニューアークリバティ国際空港発のユナイテッド航空の93便も含まれていた。4機ともに衝突破壊されたが、このうちの2機が、ニューヨーク市の世界貿易センターの高層ビル2棟に、 激突し、ビルは2時間のうちに崩壊したが、ニュージャージー州からも遠望できた。ニュージャージー州住民約700名を含み、2986名が犠牲になった。ニューヨーク市地下鉄やパストレインの駅が閉鎖になったために、16万人以上の人がフェリーでマンハッタンからニュージャージー州に脱出した。ロワー,ーマンハッタンのオフィス街の破壊により、 2001年以前に始まっていたロワー,ーマンハッタンからミッドタウンやニュージャージー州への職場の移動が加速された。ジャージーシティに建設されたゴールドマンサックスタワーはこの効果の一部である。ニュージャージー州、ミドルタウンのような街は攻撃の後の影響を大きく受けている。上院多数派指導者トムダシュルに送られた炭素症気に入りの手紙。配達人が二人死んだ。 2001年9月18日以降の数週間、トレントンの決心のある封書で、炭素賞金がいくつかの報道関係者や二人の上院議員に配達された。このために5人が死亡し、22人が感染した。現職州知事ジョンコーザイン前州知事ジェームズ・ E、マグリー・ B は、汚職と強要で告発されて、2004年11月15日に辞任した。これには、 以前から噂のあった、ホモセクシャルの愛人に利益を図るため、無資格のまま指名するという不正が含まれていた。ニュージャージー州には、当時副知事がいなかったので、知事不在の期間が続いた。州上院議長のリチャード・コーデーが、知事代行を務めた。2005年11月8日にジョン・コーザインが、新しい州知事に選ばれ、2006年1月17日に就任した。 知事選挙の日に2009年まで有効な副知事を置くことを認める州憲法の修正案が住民投票で通った。郊財は2期目を目指した2009年11月の州知事選挙で共和党新人のクリス・クリスティに僅差で敗北した。ありがとうございます。